チャンピオンは駆け引きのうまいベテランです、カルロス・サラサール。ホームタウンはアルゼンチン、キャピタル・フェデラルです。年齢は33歳。85年プロデビュー、90年にタイのソットチタラドも持つ WBC 世界フライ級タイトルに挑戦しますが判定負け。その後階級を一つ上げ、93年に韓国のムン・ソンギル、94年は日本で川島博士の持つ WBC 世界スーパーフライ級タイトルに挑戦しますが、いずれも判定負け。しかし95年ハロルド・グレイに判定勝ちしまして IBF 世界スーパーフライ級タイトルを獲得。これを一度防衛後、グレイとの再戦で判定負けし王座を失います。96年12月アルベルト・ヒメネスとの再戦では10回 TKO 勝ちし WBO 世界フライ級タイトルを獲得。2度目の世界タイトルを取り、ここまで5度防衛しています。戦績は57戦47勝7敗3引き分け、47勝のうち18の KO 勝ちがあります。はい、安定王者を目指しまして6度目の防衛を目指します。はい、日本のファンの皆さんにもおなじみかと思います。おなじみといってももう4年前になるんですね、川島選手であったのは、はい。ジョーさん、どんなことを思い出しますか。4年前8月だったんですけど、私はそれの前のですね、そのソットチタラドの試合タイで見ましたね。ムンソンギルの試合韓国で見ましたね。それで、まあ、迫力のないテクニシャンですけれど、自分から打っていかない非常に消極的な選手ですね、はい。だから日本でもしこのタイプの選手がいたらですね、プロモーターこれ合計6度も世界タイトルに挑戦させないですよ。確かにそうですね、もう引退進めますよね。これだけも。ところがこの選手はしぶといですね。やはりディフェンスが良くて、そして試合の駆け引きうまいせいもあるんでしょうけどね。何か思ってるんでしょうね。老下さでしょうか。さあ、それではそのサラサールのですね、かつての過去の試合ダイジェストでご覧いただきたいと思います。ご覧いただきますのはタイトルを取った試合ですね。95年10月7日です。相手はハロルド・グレイです。浜さん、この試合はどうですか。はい、3年前ですね。そうですね、ちょうど4年前日本に来た場合に、はい、まあ、随分暑かったというのもあるんですけどね、途中で暑さでバテてあんまりいいところはなかったんですね。ですから その選手が、まあ、勢いを吹き返すというんですかね、まあ、あのスタイルからは本当は想像できなかったんですけどね、結構気合い入れたら強い選手だろうなという感じはしましたね。あ、そうですか。結局この試合は12ラウンド判定でタイトルを入れています。小西さん、ボクサーの特徴的なところを挙げるとしたらどういったことを。カウンターになりました。まあ、ディフェンスが先に来るタイプの選手ですね。受け相撲の選手です。ところがですね、パンチはなくはないんですよね。ムンソンギルと戦った時にですね、ラストラウンドを、まあ、攻めていってダウンもさせてます。ただ私はこの選手スタミナがやはりないと思うんですよね。常にスタミナを配分考えながらやってますから消極的ですね。ここで試合終了です。判定になりました。判定勝ちを収めています。これスプリットデシジョン2対1という判定でした。はい、というのがタイトルを獲得した時の試合でありまして、はい。さあ、安田さん、今度は挑戦者プロフィール参りましょう。はい、それでは挑戦者のプロフィールです。ご紹介します。挑戦者は手数が多いアグレッシブなファイターです。ルーベン・サンチェス・デオン。ホームタウンはメキシコ・メヒカリ。年齢は24歳です。92年トーマス・リベラと4回引き分けでプロデビューしています。96年ビクトル・エルナンデスに5回 TKO 勝ちし WBB フライ級タイトルを獲得。2度防衛後、97年5月にリカルド・メディナの持つメキシコスーパーフライ級タイトルに挑戦しますが判定負け。その5ヶ月後にはミゲル・マルチネスに判定勝ちし空位の中米フライ級タイトルを取り一度防衛しています。今年1月にはハビエル・バルゲスに判定勝ちし空位の WBA 北米フライ級タイトルを取っています。今回は地元で初の世界戦を迎えます。戦績は29戦21勝7敗1引き分け、21勝のうち9つの KO 勝ちがあります。はい、地元でベテラン王者に挑みます。はい、小泉さん、何か補足することありますでしょうか。このメキシカンレオンですけども、まあ、メキシコティファナにですね、はい、そのビッグプロモーターナチョ・ウィサル、まあ、プロモーターいるんですね、はい、マヌエル・メディナのマネージャー
プロモーターでもあるんですね、はい、これそのこのレオンのですねマネージャーでですねカルロス・サラサルだったら食えるということでですねこのレオンにかけてですねこのシェ組んだんですね、だから目論みがですね達成するかどうかですね、しかも挑戦者の地元というシチュエーションであります、はい、さあそれでは早速試合ご案内してまいりましょう。はい、この試合は8月14日です。メキシコ・メヒカリで行われました一戦です。どうぞ。ガルド actuarán como jueces el señor Aaron Lederman, el señor José Cobian y el señor Roberto González. El referee será el doctor Luis Moret. Jefe de los servicios médicos, el doctor César Cota. Tomador de tiempo, Jesús Troncoso Martínez. Los directores de encuentros en los vestidores, Alfonso Morales y José Luis Hurtado. Y como anunciador, su amigo Salomón Gaspar. WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦です。舞台はメキシコメヒカリです。カルロス・サラサール対ルーベン・サンチェス・レオンの一戦、一方チャンピオンがアルゼンチン、そして一方の挑戦者がルーベン・サンチェス・レオンメキシカンです。De 112 libras, calzón negro, el actual campeón mundial mosca, Carlos Salazar. チャンピオンがコールされました。WBO 世界フライ級チャンピオンです。De 112 libras, calzón azul con letras blancas, el retador, Rubén Sánchez León. こちらが挑戦者です。ライトフライ級の7位にランキングされています。ルーベン・サンチェス・レオン。しかしこのタイトルマッチはフライ級でやってるんですね。そうですね、はい、この試合をさばきますレフリーはルー・ゴレッティさんです。 WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦、この背中の見える眼鏡かけた体の大きなのがナチョ・ウィさんなんです、はい、この T シャツ、今赤い T シャツ着た方ですね。さあ浜さん、はい、どんな試合になりそうですか。ポイントはどこでしょうか。まあやっぱりサラサールのベテランらしいうまさか、はい、そしてレオンの若さかというところでしょうね、はい、そうですか。33歳老快さを身につけていますアルゼンチンのチャンピオンサラサール、黒のトランクスを履いています。そして手前青のトランクスが挑戦者ルーベン・サンチェス・レオン。ご覧のような会場です。挑戦者の地元メキシコはメヒカリです。24歳の若者、さあ挑戦していきます。試合が始まりました。第1ラウンド、青のトランクスが挑戦者です。白のベルトライン、黒いトランクスがカルロス・サラサールチャンピオンです。この試合が6度目の防衛戦になります。チャンピオン左を出していきます。ルーベン・サンチェス・レオン、サスポースタイル、チャンピオンカルロス・サラサール。南半球はアルゼンチン、キャピタル・フェデラル、そこのサウスポーチャンピオンですカルロス・サラサール、 WBO のフライ級チャンピオン。左を出しました。右から左、今度はチャンピオンカルロス・サラサール。サラサールの身長が161センチ、一方挑戦者レオンが163センチです。リーチはチャンピオンが169センチ、挑戦者レオンが165センチです。まあ、ご覧のようにほぼ同じような体格と言ってもいいでしょう。ただスタイルが違います。サウスポースタイルがチャンピオンです。様子を見ます。第1ラウンド、挑戦者のルーベン・サンチェス・レオンの方がですね、はい、リズミカルですね、今おーと体を互いに取ろうとしています。相打ちですよ、はい、右の相打ち。カロス・サラサール、右のフック叩きつけるのとですね、左のスイング気味に振ってくる、まあ、オーバーハンドレフトですね、はい、これにはパンチあるんですよ。左を伸ばしていきました。チャンピオンサラサール、このサラサールは初防衛戦が今回と同じこのメヒカリでアントニオ・ルイスという選手と防衛戦を行っています。辛くもそれはドロー防衛でした。それ以来のこのメキシコメヒカリでの試合です。チャンピオンサラサール、打っていきます。アタッキングです。これを受け止めました。チャンピオンサラサール、
ボディブロー、左を返しました。チャンピオン、挑戦者がボディブローです。左を返していったのがチャンピオン、サラサール。おっと、あ、今左フック良かったですよ。残り50秒切りました。第1ラウンドです。小刻みによく動いています。挑戦者レオン、アッパーから右、これは左のカウンターでしょうか。合わせてきました。チャンピオン、サラサール。ただ右も当たってますね、レオンの、はい、だからまあいわば相打ちですね。24歳レオン挑戦者、若い年齢が目立ちます。一方チャンピオンのサラサールは33歳のベテランです。パンチを集めました。ちょっと腰が後ろに行っていましたけれども、カルロス・サラサール。大きく振りました。これは立っていません。まもなく第1ラウンド終了します。WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦第1ラウンド終了しました。第1ラウンド、小泉さんどういう採点でしょうか。私は挑戦者のレオンにつけますね。有効なクリーンヒットはほぼ同じぐらいだと思いますね、はい、カルロス・サラサールの右フックも当たりましたし、はい、ところが、まあ、より手数出して構成取ってたのはレオンだと思いますね。そうですか、小泉さんは挑戦者のレオンにつけました。そして小泉さん、いつものように採点基準、はい、お願いします。まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね。その次にですね、構成、そして防御技術、そしてリングジェネラルシップって呼ぶんですけど、これはペース支配ですね、はい、これで採点をつけてですね、できるだけ10対10をつけずに、僅差のラウンドも10対9をつける、これが世界的傾向ですね、はい、でダウン1度あると10対8、ダウン2度あると10対7になりますね、はい、はい、第2ラウンドです。左のストレート、チャンピオン。浜田さんは第1ラウンド2人の様子どう見ました。まあ実際にサラサールはいつものペースだと思うんですね。あ、いつものペース、体柔らかいしですね、はい、まあ、ごまかしながら、そして体力を使いながら、体力を使わないようなボクシングですよね、はい、それとやっぱりレオンの方はどっちかというと真正直ですね。お、もうちょっと具体的に言いますか。もう少しですね、はい、体を振るといいんですけど、ちょっと正面に立っているところがあるんですね。ですからこれサウスポースタイルの左ストレートまっすぐ打てば結構打ちやすい位置にはいますね。あ、そうですか、はい、体をよく小刻みに動かしているのは挑戦者のルーベン・サンチェス・レオンであります。左を出します。この左のストレート、ただ、まあ、サラサールはどっちかというと相打ちが、相手の相打ちが怖いんでそんなには出せないと思いますけどね。あ、なるほど、はい。2階級を制覇しています、カルロス・サラサール。前に持っていたのが、ダイジェストでもご覧いただきました、ハロールド・グレーに判定が挑戦しました、IBF のタイトル、スプリットデシジョンでした。そして現在のタイトルは、ヒメネス、アルベルト・ヒメネスに勝ちを収めたものであります。よくヒメネスに勝ちましたね。そうですね。その取りましたタイトル、守りまして、これが6度目の防衛戦になります。足元を通られています。今のはチャンピオンの足元、そして銀のこれスパンコールでしょうか、キラキラ光っています。シューズを履いていますが挑戦者のレオンです。ボディブロー、かなりボディブローですがどちらも入っていないようです。サンチェス・レオンはこれが初めての世界挑戦ということになります。しかも地元で戦います。レオンコールも時たま起こるようであります。今ボディ良かったですよ。そうです、右フックでボディ打ちましたけどね。送っていきます。右を合わせようとしました。チャンピオン、第2ラウンドも残り1分を切っています。ボディブロー、挑戦者です。挑戦者を打ち込んでいきますと歓声が湧き上がります。まあ、サラサルというのは所詮受け相撲なんですね、はい、だから相手がですね、打ち終わってそのバランス崩したりですね、相手の手が残ってるところにすぐパンチ打ち込んでくるんですよ。だから打ち終わりの姿勢っていうのをこのレオン・サラサル気をつけないとパンチ食いますよね。今のシーンもその顕著たる例でありましょうか。と後ろに回り込んでいきまして、ちょっと頭を押さえる格好をしましたチャンピオンです。前回の試合はチャンピオン、地元アルゼンチンで行っています。その試合が3月21日に行われました、まあ、およそ半年のインターバルがあります。一方の挑戦者レオンの方は前回の試合から3ヶ月半のインターバルです。第2ラウンド終えました。いかがでしょうか。このラウンドもやはり挑戦者レオンの方がですね、積極的にですね、有効なクリーンと当ててたと思いますね、はい、
ただサウスポーと右手やるとですね、こういうふうにバッティングが起こることが多いんですよね、はい、だからトレーナーの人はですね、右対左の対決になった時にですね、ちょっと顔半分ヘッドスリップすることをですね、試合前選手に注意した方がいいですね。サウスポーだったらできれば右へヘッドスリップ、そして、はい、その右構えの選手だったらですね、左へヘッドスリップなんですね、はい、で逆の方向もその教えといた方がいいですね。バッティングのために勝てる試合をですね、失ってしまうことは結構起こりかねませんからね、はい、右を出していきました。左第3ラウンドです。浜田さんは戦っている最中に相手が右の時バッティングというのはありました？そうですね、私はあの低く構える方でしたけどね、はい、逆に私の方からぶつかるという場合多かったですけどね。あーはーはー。それであのサウスポー選手の場合には右目を結構切る場合多いですね。サウスポー選手が右目を切る、はい、やはりそのあたりに相手の頭があるということですか？そういうことですね。やっぱりあの前に出てるっていうのがありますよね、はい、あーなるほど。左を出していきます。ブロックされました。チャンピオンも積極的に打ってきます。第3ラウンド1分経過です。ウィービング前に出ていこうというところですが、パンチは出ません。おっと右出してきました。顔面を捉えています。今変わった出し方しましたね、はい、左アッパーから右を放していきますが、右は当たっていません。挑戦者のレオン、まあ、サウスポーと戦っています。この初めての世界戦なんですが、挑戦者のレオン、サウスポーどうでしょうか？おーっとっと、苦にしているようでしょうか、それともこなしているようでしょうか？いや、あんまりうまくはないですけれどね、ええ、ただリズムでですね、わっさわっさプレッシャーかけてるんですよね。あ、この動きですね。それがそのサラサルのようなカウンターパンチャーにはですね、嫌なんですよね。あ、で結構出入りよくしますよね、ええ、ボディを打っていきました。お互いに攻撃、それをお互いに防御します。ボディブローから右をフォローしていきますが届きません。確かによく出入りします。挑戦者のルーベン・サンチェス・レオン、メキシカンです。残り50秒切ります。随分とパンチの交換が見られるようになってきています。浜さん、この辺の動き、スタートとはちょっとずつ変化が見られてますね。だん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 前に出る強さを強くしましたね、はい、あ、おとととと、まあ、そういったところは、はい、あの挑戦者レオンにはありますけど、ええ、チャンピオンもうまく体力を使わないようにはやってるんですよね。いい位置にいい位置には動いてるんですね。そういった戦い方が浜田さん、老解という言葉になるんでしょうかね、まあ、そういうことですね。相手の馬力をそのまま出させておいて、はい、相手が疲れるまで、自分の体力を温存しているという状態ですよね。そこでサラサル打つ馬力があればまたもっとあのチャンス作れるんですけどね。なるほど。ちょっと相手の馬力に今押されつつあるところはありますね、はい、24歳若さが勝るのか、あるいは33歳老快さ、ベテラン、このキャリアが勝るんでしょうか。カルロス・サラサール第3ラウンド終えています。ポイントはサンチェス・レオンなんですけどね、この挑戦者ちょっと右の打ち方が悪いですね。どう悪いですか？まあ、振り回してますからね、もっとストレートで打たないと当たらないですね。このラウンド右的中率悪いですよ、ええ、こういうパンチは当たらないんです。相手は避けられるんですよね、はい、サラサールも受けて一旦ブロックしてすぐ打つ形ですね。そのパターン多いですね。これから第4ラウンドに入ります。今フェラっていうのはアウトっていう意味なんですね、スペイン語で。セカンドアウトなんですね、はい、WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦第4ラウンドです。チャンピオンはクロントランクス、非常に駆け引きがうまいと言われていますベテランサウスポーカルロス・サラサール。まあ、どういうところでサラサールがいい位置にいるかというと、相手の左足よりも自分の右足の方で外に外に出そうとしてるんですね、そういうふうにすると相手がもう内側内側に入ってしまうんですね、はい、そこで、まあ、打つ馬力さえあればもっとあの打ち込めるんですけどね。先ほどあの左ストレートが当たる位置にあるとおっしゃってましたけど、はい、どうですかその左ストレートは、うん、あのちょっと流れ気味があるんですね。というのは、自分のパンチが当たっても相手の勢いが止まりそうにないという雰囲気がしてるんでしょうね。あ、なるほど。出せば当たる位置にいるんですね、
左から左のストレート、右から左を出していきましたチャンピオンです。状態を左右に揺さぶりますカルロス・サラサール、これが58戦目のベテランです。うち KO で勝ったのは47勝のうち 18KO あります。入ってきました。一方の若井蓮は30戦目、左ラッパー、サラサールの左ラッパーいいボディブローだったんですけどね、はい、あれでも全然効き目なく相手出てきますからね、そういうところがやっぱりちょっと今馬力に押されているところですよね。このナチョウイサルですね、先ほどね、おっしゃいました。と向こうで抱え込んでるのかサラサール、ドミニクサラサールベテランですから世界戦は豊富です。挑戦したという試合を含みますと結構ありまして、先ほど小泉さんから言いましたソットチタラダにも挑戦していますムーンソンギル、それから川島選手、さらにはハロルド・グレーにようやく勝ちまして、スーパーフライのタイトルを手に入れました。そしてその後にもアルベルト・フィメネスと2度にわたるタイトルマッチを繰り広げています。最終引き分けで再戦してタイトル取りましたから、はい、合計6度世界タイトルに挑戦してるんですね。やってますね。その再戦で手に入れたタイトルです。カルロス・サラサール、まあ、サラサールがアルベルト・ヒメネスに勝ったのはショッキングニュースですよね。おっと出てきます挑戦者、今右ストレートいいの食いましたねサラサール。ああそうですか、はい、チャンピオンがいいのをもらいました。歓声がどっと湧き上がります。ルーベン・サンチェス・レオン、地元でのタイトル戦、まあ、レオンは相手のやりにくい方から打ってるんじゃなくて真正面から打ってるんですよね、はい、まあ、ただ馬力の違いがあるんで押し切れているんですけどね今は。ただ右の打ち方が悪いですねこの挑戦者、はい、青のトランクス挑戦者、はい、フックでもないストレートでもない、あれ当たってもですねナックルきちんと当たらないような横殴りのパンチですよね、はい、ということはさほど効果もないと。ところがですね、そのパンチで構成取っていってますよね。構成は取れるわけですね。ゴングです。第4ラウンド、そのいろいろなシーンがありましたけれども小泉さんどう思いました。ポイントはやはりその積極的に手数出しているレオンの方に行くと思いますね。ああ、そうですか。10対9です、はい、カウンターを取ろうとしています。しかし上傘が勝ります。青のトランクスサンチェス・レオンがぐいぐいと前に出てきます。浜さんパンチもいくらもらってるんですよねやっぱりね、出ながらも、レオンですか、はい、レオンですから真正面から来てるから来てますね、これは、まあ、今の打ち方なんかでも真正面ですよね、はい、まあ、サルサール今のは避けれる位置ではあるんですけど避けきれなかったっていうのは体力に圧倒されているところなんですね。迫力に圧倒されている。ただ、まあ、そういうところでサルサールが相手の力を利用したパンチをどっかで打てればですね、はい、いいカウンター食う状態ではあるんですね。第5ラウンドに入りました。 WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦です。トランクスの色はご覧のような色分けになります。タイトル戦は地元アルゼンチンであったり、あるいはメキシコ、このメヒカリであったり、それからイタリアでもやっています。このチャンピオンのカルロス・サラサール、今の左アッパー狙いはいいですよ、はい、あれ当たってるとリバー肝臓に当たりますから効きますよね。レフェリーが1回入りました。ワンツーを出しますチャンピオン。左のリードブロー、出入りはよくします。直線的な攻撃です。ルーベン・サンチェス・レオン、プロデビューは92年の8月です。ルーベン・サンチェス・レオン、その後主にメキシコでファイトを繰り広げてきましたルーベン・サンチェス・レオン。おっとパンチが跳ねのけられます。背中が随分赤くなってきています。チャンピオンのカルロス・サラサール、アッパー、もう一回立て直します。レオン、浜さん、この挑戦者の動きというのは前後はかなり動いてますけども、ボディブローです、動いてはいますけどね。左右の動きというのはどうなんでしょう、まあ、やらないのか、それとも見せてないのか、できないのか、真正直なところありますね。これがスタイル
そもそものスタイルなんでしょうね、じゃあ。ということを言えると思いますけど、あとはセコンドの指示通り守ってるというのはあると思うんですね、はい、変化なくじわりじわり前に前に前にっていうふうに言ってますよね。これを、まあ、体力で押し切れればいいんですけど、はい、そうじゃない場合は左ストレート、そして体が立ってる分右フック当たりやすいですね、サウスポーの右フック。あ、その辺がかなり怖いところで、もし、サウスポースタイルのもう少しいい指示ができれば、はい、本当に打ちやすい場所にいるんですね。チャンピオンも打ちやすい場所、そうです、そうです、はい、いつその左フックあるいは、ストレートが飛んでくるんでしょうか。左をかぶせていきます、チャンピオン。サラサールのパンチも若干当たってはいるんですね、はい、当たってはいるんですけど止まらないんですね、レオンの方が、それがやっぱりサラサールとすれば打っても止まりそうにないんで打てないんでしょうね。常にこのように前進を続けます、アグレッシブです。ルーベン・サンチェス・レオン右を空振り、ゴングです。第5ラウンド終了しました。まあ、このラウンドは有効なクリーンヒットはレオンの方が多かったでしょうね。10対9です、はい、ここまで小泉さんの採点ではフルマークです。挑戦者サラサールっていうのはもう基本的にカウンターパンチャーなんですよ、はい、相手がワンツーかワンツースリーぐらいで止まるとですね、ダッキングするんですよね、はい、ダッキングしたその低い位置から右のフック左のフック振ってくるんです。そうするとですね、相手からすると、まあ、視野の下からパンチが来るんですよ、はい、それが結構強いんですよね。だからムンソンギルもそのパンチでラストラウンドダウンされましたし、チタラダも疲れてきた時はそのパンチ食ったんですね。第6ラウンドです。2階級制覇のチャンピオンカルロス・サラサール、挑戦者は世界初挑戦です、地元メキシコのルーベン・サンチェス・レオンです。軽量級と言われています WBO 世界フライ級のタイトルマッチご覧いただいています。チャンピオン6度目の防衛戦、アルゼンチンのフライ級のチャンピオンカルロス・サラサール。アルゼンチンには非常に現在もそうですが、かつてハードパンチャーがいたんですが、この軽量級においての選手賞というのはどうなんですか、アルゼンチンは。まあ、思い出すのはですね、海老原裕之さんと戦ったオラシオ赤羽城ですね、はい、まあ、白岩康代さんと戦ったパスカル・ペレスなんかもいますけれど、まあ、赤羽城っていうのはですね、例えば海老原さんと別個に見ると全然落ちるんですよ、はい、もう全く落ちるわけです。ところが組み合わせてみると海老原さんの強打を殺して結局2回やって勝ったんですよね。サラサールもおそらくですね、相手のその武器を殺したりですね、距離をその殺したりしながらですね、相手の得意の攻撃を殺しながら自分のカウンターを決めて、まあ、ここまで防衛してきてるんですよね。なるほどね。アマさん、まあ、簡単な言葉で言うとその実戦に強いと言いましょうか、相手の力を発揮させないというような感じなんでしょうかね。そうですね、まあ、メキシカンも大体そういったタイプ多いんですよ ね、そうですね。アルゼンチンもそういった選手が多いっていうのはやっぱ、試合数見れば分かりますよね。多いですよね。実戦で一つ一つ強くなっていくスタイルですね。メキシカンもそうですね。中南米もおっとエキサイトします。非常に多い数をこなしています。ただ今のカロス・サラサルのパンチは強かったですよ。チャンピオンのパンチ、お互いにグラッときましたけれども、チャンピオンのパンチ若干強かったか。お互いに強いパンチの交換が今リング上で展開されました。第6ラウンド、まだ時間はいっぱいあります。でボディブロー、右を回していきました。これはサイドのボディになりました。押していきます。サラサールが若干引くシーンがかなり多くなってきました。今のボディもいいです。ボディブロー、サラサールですね。入ってくるところボディを打ちましたカルロス・サラサール。ワンツー、そして3つ目右ストレート、はい、このラウンドパンチ出してきましたね。出しましたね。左です、チャンピオン。町の相撲、町のボクシングから積極的にパンチを繰り出してきました。おっと、カルロス・サラサール右当てた。まあ、ちょっとバランス崩しましたけど、効いてはないですよね。右を出します。入ってくるところ積極的に、逆にレオンの方もグイグイ前に出てきます。サラサールとすると嫌になるでしょうね、いいパンチ当たっても当たっても顔色変えずに打っていけるわけですから。
ゴングです。第6ラウンド終了しました。このラウンドはサラサールですね。はい、まあ、レオンは手数は出してますけれど正確さに欠けますね。お客さんはされているんでしょうけれど、それほど当たってないです。この右フックいいですよ。それでこの左フックも強いです。このサラサールはですね、もう消極的で受け相撲なんですけど出すパンチ結構強いんですよ。例えば川島選手なんかもですね、結構慎重に戦ったのはですね、戦ってみてこの選手結構パンチがあるなと、ディフェンスもうまいということで、はい、丁寧に戦ったんだと思いますね。第7ラウンドに入ります。 WBO 世界フライ級のタイトルマッチ12回戦です。まだ両陣営セコンドがしっかりとついていました。今ようやくコーナーから離れます。そしてマットの上を拭いました。第7ラウンドです。さあ浜さん、このラウンドある意味でかなり注目のラウンドになりますね。かなり先ほど激しいパンチの効果がありましたが、そうですね、そこでペース変えていければですね、先ほどのラウンドサラサラのパンチはいいの当たっておりますけど、はい、このレオンの方は平然としてますよね。しましたね、と、はい、そこであのリズムを流れ変えきればいいんですけどね。今の状況だとどうですかね。今レオンまた同じように打ってきましたからね。これも出てきます、ボディブロー。これは弾き飛ばすように右あるいは左を合わせてきます。カルロス・サラサール、先ほどは左のフック返しが当たりました。右も当たっています。お、フォー切りました。切りましたね。挑戦者のレオン、フォー切っています。パンチによるものか、あるいはバッティングによるものか、入っていった時におそらく切ったんでしょう。ルーベン・サンチェス・レオン、フォー切っています。全くしかし試合には影響のないところでしょう。左右に小さく、そして前後には大きく体を揺さぶってレオン、前にとにかく出ていきます。ワンツーから右を出していきました。その後大きく右のアッパーフォローしていきます。ここからブロック、チャンピオンのパンチはブロックされています。右に回り、そしてこのように小刻みに常に動かしています。第1ラウンドから一緒です。戦う姿勢は先ほどの攻撃がパンチをもらった後もこのラウンド変わってないようです。挑戦者ボディーブローから入っていました。こういうふうに前を置き出すとこのカウンターパンチャーはパンチ打ちやすいんですよね。わっさわっさ攻め上げられると嫌なんですけどね。なるほど。挑戦者その後フォローしていきます。サラサール狙い良かったんですけどね、良かったんですけどお構いなく打ち込まれてますよね。逆に返されたっていう感じになりましたね。そうですね、だからサラサールパンチが効いてないというところはサラサールとすると嫌なもんでしょうね、はい、最初サラサールの、まあ、カウンター気味のパンチが当たったんですがその後押し切られました。かえってルーベン・サンチェス・レオンのその後のパンチの方が目立ちました。残り30秒切ります。押していきます。かなり大胆に出始めています。レオン、おーと、あれ浜さん、これは何でしょうか。この動きは頭を下げまして大きく、まあ、規制を削いだような感じなんでしょうか。まあ、そんなに理由はないと思うんですけどね、今のはやっぱりどうにか流れ、変えたい気持ちは出てると思いますね。第7ラウンド終了しました。なるほど、ね、はい、このラウンドいいペースで進みかけたんですけれどね、やはり若さですね、その連打でその有効で当ててきましたね、はい、まあ、レオンのポイントだと思います。このパンチなんかいいですよ、たまにインサイドから打つパンチはいいパンチですんですけど、多分レオンはですね、力込めて打てるパンチっていうのはあの右のフックなんですよ。ところが的中率が悪いんです。相手からすると避けられるんですよ、WBO 世界フライ級のタイトルマッチ、メキシコメヒカリで行われています。チャンピオンの6度目の防衛戦、挑戦者は初の世界戦第8ラウンドを迎えました。まあ、このレオンフットワークがありますからね、前後だけの動きでなしにちょっと左へ出てですね、
自分の右のパンチがですね、相手のガードの真ん中入るようなその位置で右を打って左フック返すっていうとですね、結構当たると思いますけどね。チャンピオンが呼び込んで今パンチ2つ持っていきます。サラサラ疲れましたね。あ、そうですか。ベテラン33歳、58戦目、右合わせます。しかし飛び込まれました。本当にいい感じで合わせてはいるんですよ ね。それがさほど効果がないようにやっぱり見えてしまいます。まあ、押されて、疲れている状態ですね。はい、飛び込んでいきました。右のショートです。レオンもう1回いきます。今度は当たっていません。スタミナ面ではレオンの方が使ってるんですけどね。はいはい。まあ、プレッシャーが予想以上に、思った以上にきついんでしょうね。受けの戦い方をしています。チャンピオンなんですが左、体力の消耗度はこの表情あるいは動きを見る限りチャンピオンのが大きそうです。まあ、顔つきがあんなでですね今まで私もこの選手の試合何度も見ましたけど、どうなんですか、これからがしぶといんですよ。あ、なるほど。そうスタミナ切れてガクーンと落ちてはしまわないんですよね。失速ということはあんまりないわけです。おっと右ショートです。飛び込んでいったのレオン。疲れたら疲れたなりにですねペース配分しながらですねカウンター取ってくるんですよ。はい、確かにあの序盤からそのペース配分ということはね小泉さん指摘されてましたからね。その辺がローカイサー、まあ、先ほどから言っていますようにアルゼンチンのベテラン33歳、58戦目といったところなんでしょうか。実際に ただいまの打ち方なんかでも左相当流れてるしですね、随分消耗はしてますよ。あ、なるほど。で一休みするんですよね、ここで息を入れてで相手のパンチを受けながらですね、はい、で息入れてでチャンスがあったらまた強いパンチ単発で打ち込んでくるんですね。休みながら呼吸を整えながらカルロス・トラサール一発を狙っています。ハマさん、レオンの方は全く変わりがないと言っていいですか。変わらないですね。おそらくセコンドの指示通りでしょう。はい、あ、これでペースポイント取ってるわけですが、これで行ってしまえと、そうですね、このままでいいんだということですね。どんどん押していけという指示でしょうね。オーダーだと青を捉えました。青を捉えました。左フックいいの入りましたよ。これはダウンか。タイムアウトと言っています。レフェリーはルー・モルティさん。セコンドが上がってきました。あれはね、オズワルド・リベロって言ってですね、あのマネージャー兼プロモーターなんですよね。はい、激高しています。今左がレオンの左がこのチャンピオンの顎を捉えました。これしかし今ブレークだったんでしょうか、もしかしたら。そうですよ、ブレークの時に同時にパンチが当たったんですよね。反則だということで相当な攻撃してますね。しかし微妙な、そうだとするとタイミングですね、浜田さん。まあ、実際にブレイクはかけたでしょうね、あのレフェリーの声は聞こえましたけど、はいはい、ただレオンとすれば打つ姿勢に入ってますから ね、止まらないですね。レフェリーのジェスチャーとしてはブレイクの間に入っていたわけじゃないですからね。あれはレオンじゃないにしてもあのパンチは止まらないですね。あ、そうですか。はい、そのパンチが見事顎を捉えました。一方パンチをもらうサラサワーとしてはもうそのブレイクの声で気を抜いていたんでしょうか。ちょっと半身の体勢っていうのもありましたけども、やってる本人はですね、相手の打つ雰囲気っていうのは分かりますからね。そう簡単には気抜けないですよ。続行はしないようです。ここで試合はストップです。これはどういうことになってしまうんでしょうか。反則だでしたらまた採点が結果が違ってきますけれども、反則だであればこれはしかしこれ止まらないですね、このパンチというのは。違う角度、この後ですよね。ここですね。これは止まらないですね。サラサールはもう打ってこないだろうみたいな雰囲気がありました。こちらにもうすでに顔を向けています。これはサラサールの方が悪いと私は思いますね。勝手に気を緩めてしまったと。そうですね、まあ、あのポジションで普通パンチ飛んでこないですよね。para poder dar las puntuaciones de los jueces
負傷判定を取るんだということを言ってますね。負傷判定ですか。判定で勝負を決すると。はい。Comenta si no se baja no hay no va a haber puntuación señor por favor es suplicamos. 今もう判定取ってるんでちょっと待ってくれって言ってますね。ここまでのじゃあ集計で勝敗を決するわけですね。Si no va a haber puntuaciones. Así que por favor solicitamos a las autoridades intervengan aquí en el cuadrilátero ya que están interfiriendo la labor.ブレイクの時にパンチを打つっていうのは厳密には反則なんですよ、はい、イベンダー・ホリフィールドがですねオリンピックでですねニュージーランドのバリーにそのブレイクの時にパンチを打って負けにされましたよね、はい65 60 a favor de Rubén Sánchez León, por lo tanto, por decisión técnica, nuevo campeón, Mosca Rubén Sánchez. Ah, 新チャンピオン誕生です。3対0だったようです。98対95です。68対、65ですね。はい。3者とも今同じだったようですね。はい。3対0で新チャンピオン誕生となりました。それでは試合結果を確認してみましょう。8ラウンド意外な結末が待っていました。ロープギアの打ち合いで突然サラサールが戦意喪失、反則をアピールしましたが認められず、この回までの負傷判定になりました。その結果24歳の若いサンチェスレオンがコールされまして、地元で嬉しい世界タイトル獲得となりました。